こんにちは、ひろさんチャンネルのひろきです。本日なんですけれども、兄さん卒の就活生の方に来ていただいて模擬面接やっていこうと思います。本日模擬面接やっていただくはるかさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。自己紹介ですね、模擬面接の一番最初の質問で聞ければと思うので、まず最初に今の就活の状況とか教えてもらってもいいですか？はい、私は1月に就職活動を本格化させたところなんですけれども、そこから進んでる選考で次が二次面接だったり一次面接がある企業さんと、あとは今3月で解禁されたばっかりなので、そこで今エントリーシートの締め切りに追われている状況みたいな感じです。ちなみにこういう業界見てるみたいな絞ってる方向性とかってあるんですか？そうですね、あまり絞りすぎないようにっていうところは気をつけてはいるんですけれども、自分の軸に合うという点で無形商材の人材業界だったり金融業界、あとは自分が好きなものを売っているメーカーなどは見ています。今日私が人事の役をするとしたら、どの業界の人事やったらいいとかってありますか？そうですね、次に人材業界の、面接があるので、そちらに寄せていただけたら嬉しいなというふうに思っています。面接とかでこの質問とかが結構困るんだよなとか、今日対策しておきたいなみたいな部分ってあったりしますか？そうですね、志望動機っていうのがなかなかできないのが悩みなので、固まってるところまで深掘っていただけたら、その先も見えてくるかなっていうところで聞いていただけたら嬉しいです。では早速入っていこうと思います。自己紹介からお願いいたします。はるかと申します。私には好きな言葉が3つございます。1つ目がトライアンドエラー、2つ目が意思のあるところに道は開ける、3つ目が、いただいたご縁は大切に。この3つの言葉を胸にこれまでの人生を歩んでまいりました。学生時代にはその3つの言葉を大切にしながら、アルバイトと部活動、海外留学を1年間行っていたので、その3つを頑張ってきたなというふうに思っております。本日は貴重なお時間いただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。学生時代ですね、アルバイトだったりその部活動だったり海外留学、いろんな取り組みされて頑張ってこられたと思うんですけれども、その中でもこれ一番頑張ったなというふうに思うことを教えてもらってもいいでしょうか？はい、私が学生時代に一番注力したことは、3年間居酒屋で働いた経験でデザートを食べるを当たり前にするっていうところに挑戦したことだと思っています。もう少し詳しく教えていただいてもいいですか？はい、私が働いていた、居酒屋ではデザート出数率を 30% 達成するというところを目標に取り組んでおりました。その理由といたしまして、客層にマッチしているというところと商品単価が高いという理由で 30% を設定しておりました。しかし当初は 20% 前後の達成しかできておりませんでした。その時の課題は2つあると思っておりまして、1つ目が居酒屋でデザートっていう認識がないっていうところと、2つ目が廃棄の発生とデザートの個数が足りないっていうことが、段数の共有がないことによって発生してしまっていただと思っておりました。そこで私は3つの解決策を打ち出しました。1つ目がメニュー説明の際に白黒の品書きと筆ペンを使ってしっかりお客様にプレゼンをすることによってデザートを認識していただくっていうところが1つ目です。2つ目がホール同士の声掛けをしっかりするようにしていました。全卓に必ず勧めを3回行くように全員でどこの卓行ったかとかを声掛けするっていうところと、デザートのご注文をいただいた際にはお互いに共有して褒め合うみたいな雰囲気作りをしていました。3つ目が全員でデザート残数の共有をしっかり行うというところを徹底いたしました。具体的にはホールがデザートの注文をいただいた際にキッチンの方に直接声をかけに行って、デザート何択で何個いただきました、何個残ってますかっていうふうに聞いて、デザートの作る個数の調整と廃棄ゼロを意識することを、徹底いたしました。その結果、執行後の次の月にはデザート出数率 30% を達成することができ、また繁忙期12月には出数率 80.6% を達成することができました。その私が働いていたエリアでデザート選手権みたいなものをやってたんですけれども、そこでも見事1位を獲得することができ、その後もこのお店ではデザートを食べるがっていう風潮をしっかり、浸透させることができたというのが、学生時代力を入れたことになってます。出数率っておっしゃってました？はい、出数率です。
出数率っていうのはお客さんに対してそのデザートが注文された数のことを出数率ですかね。そうですね、はい、デザートの個数を客数で割りまして、うん、何パーセントお客様に届けられたかっていうところをやってました、うん、その数を増やしていきたかったってことですね。もともと 20% ぐらいだったけど、はい、30% まで 1.5 倍にしたくて取り組んだということですもんね。その取り組みの中で廃棄が出てしまっていたんですかね、もともと。はい、個数が足りないことがあったり残ってしまって廃棄になってしまうみたいなことがあったので、ここは課題だなというふうに思ってました、うん、個数が足りないのは出数率を上げるために問題だと思うんですけど、はい、廃棄になってしまうのは出数率を上げるためにはあんまり関係ないですよね。廃棄を減らすには作る量を減らせばいいってことか。売り切れてなかったってと課題かなっていうふうに思ってたので、出力でつながっていたかってちょっとあれなんですけれども、フロロスを減らすっていうところでは大事ですもんね。はい、そうですね。個数が足りないっていう時は材料が足りなかったんですか、それともデザートが実際プリンなんですけど、プリンができる時間っていうのが多分1時間くらいでできてたんですね。なのでここぐらいまでに何個取ってきてて、ね、はい、あ、じゃあ今日はちょっとホール頑張ってるし売れるなってなったら仕込みをもっとこう増やしてくれるっていうのがあったので、連携が取れてなくて仕込んでなかったとかが発生してしまってたので、はいはいはい、デザート注文されてからそこから作り始めて1時間待たせるわけにはいかないってことですもんね。もう最後だから、だから連携が大事ってことですね。はい。弱みを教えてください。はい、私の弱みはこだわりが強すぎて頑固なところだと思います。そのエピソードといたしましては、居酒屋で働いていた経験から言えることがあると思います、うん、で私は接客業をずっとやってきた経験があったんですけれども、私が働いた店舗ではリピーター戦略を取っておりまして、リピーターさんの獲得に注力しておりました。その際に一人一人の接客を丁寧にしようというところをやっていたので、お客様一人一人にすごく時間をかけてしまうことがありました。そこで店長から言われたのが、回転率を上げていかないと売り上げ上がらないんだよというふうに教えていただいたんですけれども、私自身接客にすごくこだわっている部分があったので衝突が起こったことがありました、うん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 、そこが私の弱みだなというふうに思っています。衝突起こって店長はもっと回転率上げていこうよって思っていて、はるかさんはいやでも一人一人のお客さんとしっかりコミュニケーション取るからこそリピートしてくれるはずだっていうので、ぶつかった時どういうふうに乗り越えていったんですか。その時はそうですね、そのお客さんちょっと長いから帰らせてほしいんだけどっていうふうに言われたのがきっかけだったんですね。でも私としてはこう計画を立ててデザートをもらうために丁寧な接客をしてっていうふうにやって最後買ってもらうというふうに計画立てていたのがこだわりだったんですね、うんうんうん、そこで言われた時に店長からは、そういう計画を立てているんだったら2時間で終わるようにやらなきゃダメだよっていうふうに言われたので、そこからは丁寧にかけつつこだわりも持ちつつもお店の売上げを上げるためにはそこが必要ということを受け入れて、そういうふうに設定するようにしますというふうにお約束して、そこからは少し2時間15分とかかかるようになっていたんですけれども、そうですね、乗り越えるように受け入れて工夫が必要だっていうところを取り込んでやるようにして乗り越えました。時間をかけていたっていうのはデザートの獲得のために時間かけてストーリーを組んでたっていう感じなんですかね。そうですね、お客様との会話からやはりニーズを汲み取って、まあ、それに応えていくっていうところで戦略を取って、で最後やはりその気に入っていただくといいますか、はるかちゃんのためならっていうふうに買っていただくっていう戦法といいますか、うん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 、取っていたので、そこまで持っていくのにちょっと時間かかってしまったのが課題だなと思っていました、うんうん、そういうふうに時間かけてたらお客さんから接客が長いって言われたんですか。店長から長い、あ、店長からちょっと一人一人のお客さんのところに行って戻ってくるの遅いよみたいな。遅いですし、それが長いっていうことは滞在時間が長くなってしまうので、繁忙期は2時間でこう回転していかないとどんどんお客さんが後ろから来てくれてるのに開けられないっていうのがあったので、そこで巻いてほしいっていうところの折衷案をどう取るかみたいな。はい、すごい良かったところっていうのが、話してる雰囲気めちゃくちゃいいですね。すごくいい雰囲気が出てるので、好印象っていうのは、どの会社とか受けたとしても持ってもらえるんじゃないかなっていうふうに思いました。細かい部分で伝え方とかがもっとパワーアップできる部分とかはあるなと思ったので、そこは個別の質問のところでお伝えしていければと思います。
いくつか思ったことが、まず一つ目がですね、出数率という言葉が難しいと思います。使う言葉がなんかパッと頭に入ってこないので、もっと簡単に分かる言葉に置き換えた方が良いなと思いましたっていうのがまず一つと、どのエピソードを話すかっていうところですね。この居酒屋でのホールでのアルバイトの話してくれたのって、ホールでの仕事の中のデザートの売る率を 20% から 30% にするという部分の話をしてくれたじゃないですか。一方でじゃあどんなエピソードって良いのかみたいな時に、よりその出した成果の話をしてくれた時にですね、この人そういう仕事の取り組み方をしてそんな成果を出してくれるんだったら、うちの仕事でも活躍してくれそうだなと思ってもらえたら、より良いアピールにつながるというふうに考えた時に、今の話ってホールのアルバイト全体の中のすごく一部のデザートを売るための話にすごくフォーカスしてるなと思ったんですよ。というふうなところで行くならば、もっと広げて、例えばより売り上げを上げれるような接客を意識してましたみたいな広げ方をしていくと、今結構部分的な話になってると思うんですけど、よりそれが高められるんじゃないかなと思いました。その活躍のイメージっていうのが定量的に表すみたいなところで、ここのポイントに集中したのかなと思ったんですけど。そうですね、定量的に話そうと思うと数字は使いやすいっていうところと、大きく達成は1位取ってたりとかしてたので、っていうのでありますね。そのエピソードもすごくいいなと思ったんですけど、リピートを増やすための取り組みを過ごしてるって言ってくれたじゃないですか。私が働いた店舗ではリピーター戦略を取っておりまして、リピーターさんの獲得に注力しておりました。それとかもすごくいい売上を上げるための取り組みになるかなと思ったんですけど、どうせだったらデザートだけの売り上げの話にするよりは、お店の売り上げ全体を高めることを意識してましたみたいなところでいけると、より強くなるかなと思いました。じゃあリピーター獲得に注力した話っていうのもあって。お、いいですね。どんな感じですか。私が注力したのは、お客様のニーズに寄り添った記憶に残る接客をしようっていうところで、おしぼりを出す時のに視覚的な情報から話題を作って会話を広めて、そこからニーズにつながるヒントをもらうようにしていました。視覚的なのって何ですか。アミューズメントパーク帰りのお客様だったら、どこどこ行かれてたんですね、楽しかったですかみたいな感じで話題広げて、楽しい話題を提供することでお客様に心を開いていただいて、今日こういうふうなことがあったから来たんだよねとかいうふうに情報をいただいて、あ、もうきっとこれがお客様今日求めていることだな、お客様のニーズだなっていうふうなことに柔軟な対応をするように心がけて、お客様のニーズに寄り添った記憶に残る接客をしてきた結果、最初の3ヶ月間はリピーターさんがゼロだったんですけれども、その後から月に3名ほどのリピーターをこう継続的に獲得できるようになったっていう学知化があります。ニーズに合わせた接客っていうのは、お客さんがどういう話が最初のなんていうんですかね、アイスブレイクとか最初の接客の時にあったらこんなニーズだなっていうのがあったんですか。例えばお客様にそのおしぼりを渡す時にアミューズメントパークの袋を持ってて可愛いですねみたいな感じで、女性2名の話を聞いていただいて、そこからこう仲良く打ち解けていって、そうなんですよ超楽しくってみたいな感じでこう話してもらうようにしてました。でも配膳のたびにものすごく話が盛り上がるような雰囲気を作ることができて、でその結果その一方の方のお客様2名様だったんですけど、そうなんか誕生日が近いっていうことが判明したことがありまして、ありました。でその時に何かできないかな、お祝いとか特に依頼されてなかったんですけど、こう記憶に残る接客っていうところと楽しんでいってほしいっていうところもあったので、自分でバースデープレートを書かせていただいてデザートと一緒に出したことがありまして、その結果もう一方の方の誕生日の時にまた来ますねみたいな、お姉さんありがとうみたいな感じでいただいたことがあったので、それでまあリピーター獲得につながったなっていうところがっていうエピソードだったり。めちゃくちゃいいですね。こんな感じにしたらデザート単体の話をするよりもよりパワーアップするかなと思ったのが、頑張ったのは何ですかって言われたら、居酒屋のアルバイトでより売り上げを高めるということを意識して取り組んできました。その売り上げを上げるために何が必要かなというふうに考えた時に、大きく2つ必要だと思って、1つ目はそもそも来てるお客さんの客単価を上げること、そして2つ目は何回も来たいと思ってもらうようなリピーターを作ること、この2つがすごい大事だと思っていました。そこに向かっていくにあたって、私が最
最初にやっぱり始めた当初っていうのはお客さんにですね客単価上げるための提案っていうのも正直あまりできてなかったですし、自分が接客したからもう一回来てくれるっていうようなリピートにつながるお客さんっていうのもゼロの状態が続いてしまっていたんですが、せっかく働かせてもらってるんだからこそ売り上げを高められるような人になりたいと思って接客を頑張ってきました。具体的に取り組んだことの一つ目としては、まず客単価を上げるというふうなところを考えた時に一番効率的な方法っていうのがデザートの受注を取るというのが重要でした。なのでデザートの受注を取るにはどうしたらいいかというのを考えて接客を構成するようにしました。そのためにはですね、お客さんと仲良くなるっていうことがすごく重要だと思ったので、まず最初のおしぼりを渡すその挨拶の時から雑談を挟んで、その私という人を覚えてもらって、はるかちゃんだから頼んでくれたら買うよというのを最後のデザートをオーダーするタイミングで言ってもらえるような、そういう設計をした接客というのを心がけてきました。それを心がけながらですね、もう一つで考えていたのは、1回の来店で終わるではなくて何度も来てもらうリピーターになるということがお店の売り上げを上げるためにはすごく重要でしたし、お店としてもそこを大事にしていましたので、お客さん一人一人に寄り添った接客というのもとても大切にしていました。例えばディズニーランド帰りのお客さんとかも結構来る場所だったんですけれども、そういったお客さんにですね、すごい可愛いですねっていうふうに声をかけていくと、めっちゃ楽しかったんですよという形ですごく仲良くなれたりとか、相手に合わせたコミュニケーションというのを取ってきました。そういったお客さんのある時はですね、毎回その接客で商品を運ぶたびに雑談を交えて、ちょっとずつちょっとずつ関係構築して仲良くなることによって、情報として2人組の女性だったんですけれども、1人のお客さんはもうすぐ誕生日なんだよねということが分かったので、その際には私の判断でお客さんにバースデープレートを作ってデザートをお渡しするということをした結果ですね、すごく喜んでもらえて、もう1人の誕生日近くなったらまたこの店来るねというふうに言ってもらえて、リピーター獲得にもつながったことがありました。このようなお客様と関係値を作って、でそしてお客様に合わせた接客というのを徹底して行うことによって、デザートを売れる個数というのも最初は 20% ほどだったんですが、その 3,4 ヶ月経ったタイミングではその 1.5 倍の受注を取れるようになりましたし、またリピーターもですね、最初は一軒も来てくれなかったんですが、今では毎月3組ほどのお客様がリピーターで来てくれるようになります。このような売り上げ上げる取り組みというのが私が学生時代3年間頑張ってきたことです。掛け合わせる、そうです、そうです、売り上げを上げるみたいなところで両方入れちゃうみたいにすると、アルバイトの中のデザートだけではなくて全般のことに広げられるのでいいんじゃないかなと思ったのと、あともう一つ今の話聞いてめちゃくちゃいいなと思ったのが、今目指している分野っていうのが金融業界でも人材業界でも 2C とコミュニケーションを取ること多いじゃないですか。個人の方と例えば人材業界のキャリアアドバイスをしますみたいなポジションだとすると、やっぱりその仲良くなるコミュニケーションってすごく大事だったりするんですよ。アイスブレイクで相手と打ち解けるっていうのってすごい大事な要素だったりするんですけれども、それがもうはるかさんはもうやってきたんだな、すぐできそうだなってイメージをパッと持ってもらえるんで、仕事の立ち上がり早そうだなってイメージより持ってもらいやすかったりする、具体的な話をすることっていう風なところもあったりするんで、ディズニーランドか分かんないですけど、そのテーマパークの話とかを入れていくのはありなんじゃないかなって思いました。大枠良かったんですよ。大枠良かったんですけど、最後の方ちょっとよく分かんなくなってしまって、回転率を上げてって言われたっていうところで、最終的には計画的に時間内に終わらせるようにしながらも受注取れるようにしたってことですね。最終的にはどうやって乗り越えたかって言われると、従ったっていう風になっちゃう。考えて従ったみたいな。でも私それで良かったのかなと思って、ニュアンス的に渋々感が感じたんですよ。なんでそこのところだけちょっと変えると印象ガラッと良くなるなと思ったのは、はいしなよって言われて、でも自分は丁寧な接客が大事だと思ってぶつかってしまいました。どうしたんですかっていうふうに言ったら、店長に言われて感じたのは、何のために丁寧な接客してるのっていうふうに言われた時に、それはデザートの受注を取るため、売り上げを上げるためですっていうふうなことを言って、はって気づいたんですけど、売り上げ上げる方法としては客単価を上げるっていうこと以外に、お客さんの客数を増やす回転率を上げるっていうことも同じ価値のあることだなっていうのを、それを言われて気づくことができて、だったら客単価を上げながらも回転率を上げる両方を両立させるような接客をしていく方が売り上げにより貢献できるんじゃないかなっていうのを思えたので、そこからは時間をどん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 使えばいいだけではなくて、しっかり回転率も意識しながら接客するってことを大事に取り組みにして、まあ、それでもやっぱり他の人よりはちょっと長くかかってしまうってことはあったんですけれども、徐々に徐々に改善しつつあるという状況になりますみたいな感じで言ってくれると綺麗にまとまるかなと思いました。改善したって言っちゃうのがいいのかなっていうふうに思ったんですけど、改善しつつありますみたいな、まだ長く時間かかっちゃうんですけど少しずつ改善しつつありますみたいな、向き合い中ですみたいな感じにすると終わった話にならないので、私は就職活動の軸といたしまして、グローバルに活躍できる、日本の
求人市場とかにすごい詳しくなったとして、グローバルで使える知見になるかっていうとバチッと重ならないかもなみたいなところとか、金融も人材もあんまりグローバルに関わらない業界なんですよね。